初タイトルに向けてすごい一体感は今生まれてると思いますね。17年ぶりのルヴァンカップ決勝ということで、みんなとても気合い入ってます。まあ、やっぱりハードワークっていうのは最大の武器ですし、まあ、その姿勢は負けないとは思いますね。湘南といえばハイプレスで、まあ、全員攻撃全員守備っていうすごい一体感のあるチームかなと思いますし、まあ、でも今年のマリノスは J リーグにはなかなかないサッカーをしてるんで、まあ、ボールポゼッション率だったり、まあ、そこから大量得点奪ったりと、まあ、僕らも全く負ける気はしないですね。まあ、僕らの中ではゴールに向かうっていう最善の術を持って攻撃している中で、まあ、後ろで回したりするのでもポゼッション率は上がるんで、まあ、それがないっていうだけでポゼッション率が低いっていうような結果に出てるんですけど、ゴールに向かってることは間違いないし、まあ、そこが良さかなと思います。まあ、後ろで回してるというか前に入れるタイミングを伺いながら自分たちもやってるんで、攻撃の部分では自信があるかなと。その通りだと思いますし、まあ、得点もかなり重ねてるんで、そこはリスペクトしつつも、うちも守備のチームじゃないんで複数得点で勝ちたいです。多分今のマリノスは点取られてもそれ以上に取り返すんで、まあ、そこが今最大の魅力かなと思ってます。松原選手と中川選手のコンビネーションっていうのはかなり強力だなっていうイメージあります。まあ、杉岡選手は守備のところでもしっかり最後まで体張れる選手ですし、クロスボールとかもすごいいいボール蹴ってるんで、いい形で入れさせないようにできたらいいなとは思ってます。俺は結構対峙する相手とギラつくってよりかは、相手をしっかりリスペクトした上で相手の特徴をしっかりスカウティングで見て、でその良さを消すっていうようなやり方をやってるんですけど、はい、どうですか？リスペクトしすぎちゃう部分があるんで、逆にもう見ないでもう自分でやるっていう方が多いですかね。J リーグの最初の試合でも点の取り合いで、まあ、引き分けだったんで、まあ、そういうゲームができれば、まあ、お客さんも楽しいだろうし、まあ、それでしっかり勝ちたいと思います。その通りだと思います。まあ、リーグ戦でも4対4という打ち合いをしている中で、お互い点を取れる強さっていうのは持ってると思いますし、まあ、そういったところがどっちにうまく転ぶかっていうのがすごい見どころかなと思います。タイトルに飢えてるっていうのが本心ですし、湘南は本当初タイトルなんで全員で取りに行くんで、まあ、本当にもう負ける気がしないっていうのがあります。負ける気はさらさらないです。